Space Monkeys TV。 YouTube YouTube バスをつかめスピニングっていうところでですね、またやってみました。ゴリラの男第3弾ぐらいになるでしょうか。スペースモンキーズ TV のサルです。今日もね、野池に来ちゃってます。今日も無風でね、ワンチャンあるんじゃないかっていうことでね、昨日生放送でやりました。こいつ MPS2.4 小さいサイズでやっていこうと思います。さあ、小さい男スペースモンキーズ TV のサルだ。だから野池で小さいバスを撮るっていうことでね、皆さん冬バス貴重な一匹頑張りたいと思います。行ってみましょう。はい、今ねあそこにめっちゃ溜まってるんでダウンショットで行こうと思ったんですけど、 MPS の脳進化でね、リーダーを切るのがねどうしてももったいないから、これちょっとリーダーベローンとしたまま、いやでもな、切るか切ろう。一本取るためにリーダーを切ります。昨日組んだばっかりで切りました。モーシンカーで行きたいと思います。行きましょう。うわ、見とるだけ。マジか、食ったやんけ。今吸いましたね。ペロってやってよ。俺確実に吸いました、ね、確実吸ったね。でもまだだったんだね。いやこれ、いやでも結構待ちましたよね。冬のむずいところってこれだよね。食ったと思いきや超甘噛みみたいな。で持っていかないからさ。でもまだあるね。あります。逃げてないもん。食います。めっちゃ遠くからのアプローチだね。来ましたね、また君。ああもう今日も会えてなんかホッとするわ。君いいね、今日は釣ってくれんだろうと。よっしゃ頑張ります。よし来ました、橋上ダウンショットロングリーダーいきます。諦めないよ、マジで諦め悪いからね。ちょっと短いですけどちょっと集中させてください。わあ、食った、開くった。うわあ、リアクションだよね。そうなんですよ、にゃんこ大先生が。かわいいね。ねえ、にゃんこさんがね、お魚まだですかって毎回待っててくれるんですけどね。食ってくれねえんすよ。でもさあ、バスはいれどもなかなか口を使ってくるやつはいません。もうね4時過ぎぐらいかな、時間を見てみましょう。そうっすね、4時半。ってところでね、巻きの時間ってことでレベル5ブースト。このルーティーンだよね。今日も魚なかったらボツってか。行きましょう。さあ、猫たちが応援に駆けつけました。これはあるんじゃないかな。おおランディングネットの中には魚が久しぶりにありました。でもギルっすね。ちょっとね、素手で触っちゃうと火傷しちゃうんで、この時期冷たいんで、ね、手をちょっと濡らして、よし、手を冷たく濡らしてできる限りこうやってね、ギルですわ。
ちょっとね、背がかりというか頭のところにカッカッ浮いてたやつとりあえず投げて、寝かかるのにさーっと巻いたら切れ釣れた。まあ、浮いてたんでしょうね、かかったって感じです。おお、いいとこついてるわけなんで、バスね、あとは頑張ります。久しぶりのギルありがとう。はい、ゆうまずめ浮いてましたね、ギルたちがね。今日はね、そんな言うても最初の角だけに魚が集中して、あとはあんま見なかったんですけど、やっぱりね、これ4時ぐらいになってくると魚たちが浮き出してくるのかなっていうのはありましたね。収穫としては本当にギルはね、レベル5ブーストで、あの岸沿い投げて巻き始めでカツンとね引っかかってきちゃったから、この時間は浮くんだなと思いました。あとはね、まあまあ今日は魚に触れられただけでも OK として、また次回ね、いい時を見てまた来たいと思います。バス釣りたいね。まあでも今日は本当にね、ギル君が針にかかってくれてありがとうって感じですね。さあ帰りましょう。いやー、なかなか難しいね。頑張ります。よっ、スペースモンキーズ TV でした。明日も負けずにスプリング。